はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル、8月24日火曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしていきます。順番はいつも通りクロス円のベドル円から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円。そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベイドル。最後に新興国通貨のメキシコペス円、南アフリカランド円、 トルコリライの順番で解説をしてきますのでよろしければ最後までご視聴ください、えー、まずはね、連絡事項からでございますが昨日の youtube ライブ中にお話をしました26日木曜日の東京の、えー、トレード勉強会ですね こちら、希望される方がね、非常に多くいただきまして、ありがとうございました。今、集計をしておりまして、今日のね、21時までで締め切りたいと思いますが、こちらのね、ところ、また個別にね、参加できる方、ちょっとね、人数が多いので絞り込むかもしれませんが、こちらの方ね、また連絡をしていきたいと思います。そして、東京だけではなくて、全国、またこういった機会を設けていきたいと思いますので、ぜひ、こちらで興味ある方は、また手を挙げていただくようお願いしたいと思います。 えー、そしてですね、為、え、替、ー、に関しましては、昨日の22時の時間でですね、大きく円高方向にね、えー、逆方向に進む場面がありましたが、えー、こちら、ポンドとゴードルは押し目となりまして、えー、またね、戻り高値をつけている。そして、ユーロも徐々に戻りつつありますが、どうしてもね、米ドルの方が戻りが弱いということでね、えー、このあたり、えー、基本的には円安方向に進むと見ているんですが、ちょっとね、トレードポイントの方はまた個別にね、えー、説明をしていきたいと思います。 そして、今ね、下がっているドルでございますが、今日はね、経済指標があります。こちらの方はね、結構重要度が高いということで、23時に新規の新築の住宅販売件数ですね。こちら、非常にハードルも上がっておりますので、このあたりでね、ドル関係、ドル絡みですね、動く可能性がありますので、ポジションのね、持ちすぎには十分に注意が必要かなというところでございます。 えー、それではね、えー、まずは全体の相場感ということで、株式相場と、えー、アメリカの長期金利ですね、えー、こちらを振り返っていきたいと思いますので、世界の株価のサイトをご覧いただきましょう。はい、えー、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、プラス215ドル。 終わり値で35,335 35ドルということで0.61%の上昇。終、えー、日ね、プラス圏で推移した1週間のスタートを切ったというところでございます。えー、少しね、えー、PMI のところで指標が悪いところがあったんですが、まあそういったところをね、気にせず上がり続けているドルで、ダ、え、ウ、ー、でございます。えー、そして、えー、その影響を受けました本日の東京マーケット。日経平均は前日比、プラス237円。 終わり値で27,732円ということで、こちらも0.87%収支プラス圏で推移したという状況。 そして、えー、こちら株式相場が上がれば長期金利も上がるということでね、1.27%、昨日の高いところまで、1.2%の後半まで上がってきた、えー。ただね、長期金利戻っている割にはね、ドルの戻りが弱いという状況になっておりますのでね、まあ今後、えー、ドルの方はね、まあ高い方向かなと思いますが、まあ相場には絶対はないので、チャートを見ながらの説明。そして、えー、株式相場の方もね、えー、日経平均は、えー、15時の段階からですね、1時間ちょっと経っておりますが、えー、80円から9 90円戻している、さ、え、ら、ー、に上げているところ。そしてダウに関しましても3 5400ドル回復の、えー、80ドルほど上がっているということでね、まあ、非常に株式相場が強いということでね、今までのお盆明けのリスクオフからリスクオンにはね、えー、完全に切り替わっているという状況でございます。えー、それではね、今回前置きが長くなりましたが、えー、まずはね、トップバッターのドル円から見ていきたいと思いますので、チャートの方、大きくしていきましょう。 はい、えー、ドルでございますが、こちら1時間足デイトレの基準でございます。えー、まずね、えー、昨日の戻りを見ていただきますと、こちらのところですね。まあ、非常に、えー、週明けで、えー、円安方向に進んでいたというところがありましたが、えー、先ほど冒頭でもお話しした通り、22時の段階でですね、一気にドル売りが始まって、えー、なんとね、安値をつけてしまうという状況まで落ちてきたというところでございます。 ただ株が上がってね、長期金利も上がるという、基本的にはね、リスクオンの動きになっておりますので、一旦東京マーケットでは反発が入ったということでございますが、今後、こちらの欧州時間、欧州勢の本格参戦により、どのような動きをするか、ちょっとね、円高方向にま,だもまた戻ってきているというところでございますね。このあたり、移動平均線、そして110円あたりをね意識する、こういったところをね考えていただければと思います。 まずね、ちょうど今、平均足が陰線から陽線にコロコロ変わっているところでございますが、移動平均線のこちら24でございますが、推定のラインを引かせていただきますと、まあこんな形でね、まあ右下下がりになってくるかなと。まあこうなればですね、この移動平均線付近でレジスタンスを食らったという形になりますのでね、このままこちら平均足が移動平均線を割り込んで、陰線が確定してしまいますと、109円50銭ですね。この辺り ぐらいまでの下落は見ておいいいた方がよろしいかなと思いますで、ねまあそこまで値、えー、動きはね、値幅はないとは思いますが、まあ20ピプスぐらいは狙っていけるところかなと思いますんで、まあこのまま陰線が出るようであれば、一旦ショートを取りながら移動平均線のレジスタンスが入ったということで、109円50銭、この付近ぐらいまでショートを引っ張っていただく、これが第一候補となろうかと思います。 えー、ただ、相場にはもちろん絶対はございませんので、上がった場合の、えー、ところもね、見ていただきますと、今ね、陰線か陽線か分かりませんが、下がっている状況。またね、えー、改めて、えー、こちら移動平均線を抜けて、その上側でサポートが入った場合ですね、ちょっと110円を超えたところでは、えー、ここのところね、 レジスタンスがありまして、えー、戻りにくいというところがありますが、まあ、110円ぐらいは戻る可能性がありますので、まあ、移動平均線を上抜けて、えー、それでね、サポートが入ったところ、そうしますとね、移動平均線は右下下がりではなくて、まあ、横ばいから右肩上がりに上がってきますので、えー、このようなパターンになったところでは、しっかりと平均足が陰線から陽線に切り替わったところでロングを組んでいく。 いわゆるね、このまま下げて、この平均足が陰線になった場合はショート。そしてまた上がってですね、移動平均線の角度が横ばいから右肩上がりになって、その上側でサポート。いわゆる平均足が陰線から要線になったらロングを取っていく。 えー、このような考え方でよろしいかと思いますし、あと110円のところでは、特にね、えー、レジスタンスというところは、まあ、過去にはありましたけどね、えー、今回ございませんでしたので、まあ、昨日の高値の110円10銭、えー、このあたりがね、えー、上値の、えー、今日のトレンド、えー、23時までの、ね、経済指標の上値の基準かなと思いますので、ね、まあ、そこのあたりで、えー、理確をしていただくところでよろしいかと思いますので、ね、参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、米ドル円の解説を終わりまして、続いてユーロ円の解説に入っていきましょう。はいえー、ユーロの方はね、き、え、のー、上昇が続いておりましたが、ドルと一緒にね、えー、昨日のうの22時以降に落ちてしまったというのはね、えー、これはご覧いただければお分かりの通りかなというところでございます。 具体的にはですね、こちら、昨日のところ、ひたすらね上昇トレンドでしたが、22時のところで割れる。そして移動平均線付近でもみ合いながらも、なんとかね、129円に再度戻ってきますが、欧州勢の参戦により、一旦はレジスタンスを食らっているという形でございます。 まあ、こうなればですね、129円で、こちらね、まあ、2回レジスタンスを食らってしまったということになりますんで、まあ、これから移動平均線が、ちょっとね、下がりつつあるかなという状況になってきますので、こちらの方も、今、陰線が出ておりますが、まあ、陰線が続きながら、サポートが入ったところで移動平均線を超えることができなければ、ここはショートを取っていく。いわゆる移動平均線24の下側で、要線から陰線になったところでは、 ショートを狙っていくこのような考え方が一つと、今、陰線が出ておりますが、結局ね、この移動平均線でサポートが入りまして、明確に129円を今度は抜けた場合。 上髭ではなくてね、明確に平均足ベースで終わり値がね、こちらの方、129円の上側になった場合は、ロングを組みながら、昨日の高値を目指す展開になろうかと思いますので、ちょうどね、今、分岐点でございますが、この欧州勢の参戦によりまして、移動平均線下回ってからのレジスタンスを食らうのか、それとも、またね、大きく上げまして、反発が入ったところでロングが取れるのか、129円を明確に超えてから平均足がというところでございますが、こういったところを 見ていただきながら、えー、細かい動きでね、フェイクに騙されないように、えー、しっかりとね、えー、動きを見て、129円を超えてきたらロングを取っていく、えー。このような考え方でよろしいかなと思いますのでね、えー、どちらに動いても対応できるようにお願いしたいと思います。はい、えー、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続いて、ポンド円の解説に入っていきましょう。 はい、えー、ポンド円の方はね、こちら、先ほど冒頭でもお話ししましたが、まずは上昇が続いていたという昨日の相場。そして22時の段階で多少落ちたところがありますが、基本的には戻ってきて移動平均線を割り込んでいないというところ。そしてなんとか移動平均線の辺でサポートを受けまして、まあ、一気にね、50ピプス近く今日は上がった場面がありましたよという形でございます。 えそして欧州勢の参戦によりまして一旦押し目が入ってね、まあ、151円をタッチしたところから 150, 150円、今は60銭から65銭ということでね平均足では陰線が出ておりますがまた目は、ね、この移動平均線を明確に下回らずに。 上方向ですねこの平均足が陰線から陽線に切り替わることがあればロング。そして移動平均線の方はサポートが入った時点でまたね、上方向に上がってきますので、いわゆる移動平均線、右肩上がりの上でサポートが入ったという形になりますね。まあ、このようなパターンが起こったところではロングを取りつつ、もちろんね、こちらユーロでもお話をしましたが、絶対はございませんので、これは150円50銭。ここのね、昨日のサポートの入ったところでございますが、 ここを割り込むような下落があって、そのところではポジションは取らなくてもよろしいですが、反発した時に150円50銭を上回ることができずに、要線から陰線に切り替わったところ、ここをね、ショートを取っていくパターンかなと思いますので、まあ、しっかりとね、移動平均線のサポートが入ったらロング、そして150円50銭を割り込んで、その下側でレジスタンスを食らったらショート。えー、このような考えを持って、えー、これからのね、相場、望んでいただければと思いますのでね。 えー、こちら、しっかりと、えー、ポジションを、ね、取った後には、利確損切りを決めて、えー、上昇にも下落にも備えるような形でお願いしたいと思いますので、参考にしてください、はいえー。以上でね、ポンド円の解説終わりまして、えー、クロス円の最後、5ドル円を見ていきましょう。 はい、えー、5ドルの方はね今の、えー、欧州勢の参戦によっても押しめはございませんが、えー、一応ね、ね昨日の、えー、上昇の目処となって、えー、目処となりますよと言っておりました、えー、79.50ですね、過去のサポレジが集中しているところ、まあ、ここまでなんとか押しめをつけながらも上がって。 できたとといいうところでございま,すまあ一旦ね、この79円50銭あたりでは、このね、過去の出来高があるところ、この下落トレンドの中でも、唯一ね、この移動平均線24が横ばいになったエリアでございますが、ここがありますので、まあ一旦下落しましても、基本的には移動平均線が右肩上がりなので、その上側でサポートを受けた場合は、やはりロングを取るべきかなと思いますんで、まあ多少のね、今はポジションを取るべきではございませんが、しっかりと押し目をつけたところ ところ因線が出てからロングの、えー、チャンスを伺いながら移動平均線の上側でサポートを受けた場合はやはりロングを組んでいく、えー、こういったところをねまず第一候補にしていただきつつ、えー、相場には絶対はございませんので移動平均線を割り込む場合もございます、えー、そういったところではねこの移動平均線割り込んだところではポジション取らず昨日のサポートでありましたここですね、えー、79円ジャスト ここのところを割り込まないとショートは難しいかなと思いますので、まあ、他のクロス円と同様でございますが、えー、下げる、えー、移動平均線を割り込むそして移動平均線の下側で,、えー、ではなくてしっかりと79円昨日のサポートを割り込んでからの要線から陰線ですね、えー、こういったところでショートを取っていく必要があろうかと思いますのでねこちらも合わせて参考にしてください はい。えー、以上でね、えー、5ドル円を終わりまして、えー、続きましてね、クロス円を終わりまして、でドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきたいと思います。 はい、えー、ドルストレートでございますが、えー、昨日はね、えー、ちょっとユーロドルの方は荒れましたが、基本的には、えー、まだね、えー、このポンドドルとゴードルベイドルは上昇トレンドが綺麗な形で続いているという形でございます、えー。ちょっと上髭と下髭の多いユーロドルでございますが、えー、こちらね、ちょうど分岐点ということで、一旦1.1750でレジスタンスを食らっておりまして、まあ、移動平均線、やっと追いついてきたということで、えー、久しぶりにね、タッチしたということでございます。 まあ、こうなったときはね、一旦冷静に見ていただきながら、こちらですね、1.1750、昨日から今日にかけてのレジスタンスラインがちょっと重しになっておりますので、ロングを取る場合は一回お待ちいただいて、ここね、移動平均線のサポートが入って、1.1750の上側でサポートが入った場合、 ここまでロングは待った方がよろしいかなと思いますね。1.1750ね、まあ明確な切り板というところもありますし、まあこちら昨日から今日にかけてのレジスタンスというところもありますんで、まあ一旦移動平均線でサポートがあっても、ここね、もう一度1.1750に押し戻されてしまう可能性を考えれば、やはりロングを取るにはね、勝率を上げていくためには1.1750を上回ってからのサポート、これを待った方がよろしいんじゃないかなと思いますんでね、まあ焦ってロングを取るところよりもしっかりと1.1750、 上抜けてからの、えー、押し目をつけたところでしっかりとロング。えー、これをね、えー、まず第一候補として考えていただくことと、えー、あとね、移動平均線を割り込んだ場合ですね。まあ、割り込みますと、移動平均線の方は少しね、横ばいから下がってきてしまいますので、えー、これであればもうね、皆さんご存知だと思いますが、移動平均線の下側で。 下側で要線から陰線ですね。こういったパターンでショートを取ることができるかな。その場合には1.17付近がショートの利確ポイントとなりますので、まずはこの1.1750を上抜けてからのサポートでロング。そして弱い状況が続いて移動平均線を割り込み、その下側で要線から陰線になったらショートを組んでいく。この2つのパターンに当てはまったところのみね、ポジションを取っていく。このような考え方でよろしいんじゃないかと考えておりますの、ね、で、皆さんの相場感ととも 以上でねユーロドルの解説を終わりまして続いてポンドドルの解説に入っていきましょう。 はいえー、ポンドドルね、今まで下落トレンドが、えー、結構ね、厳しい状況でございましたが、まあ、明確にね、えー、昨日のところ、移動平均線を超えてからのサポートで、ね、入りまして、上昇トレンド、そして1.3750付近まで上がってきたということで、ここはね、過去の、えー、サポレジが入っているところでございますんで、ちょっとね、理覚ポイントになって、えー、このあたり、えー、今ね、移動平均線付近ぐらいまで押し目をつけているというところでございます。 まあこれがね、えー、そのように、えー、押し目で終わった場合ですね。まあ移動平均線、右下下がりで上がってきておりますので、えー、このまま移動平均線が上がっている中で、えー、この陰線が陽線になった、押し目になった場合は、もちろんロングですね。今陰線が出ておりますが、移動平均線の上側でもう一度サポートが入って、陽線に切り替わったところ、ここはしっかりとね、ロングが取っていけるパターンだと思いますし、 あと、昨日の安値付近であります、えー、あ、安値じゃないですね。今日の安値付近であります、1.19、1.3720から15ですね。こういったところと移動平均線を割り込んでしまった場合は、こちらは移動平均線および1.3720から15ですね。 こういったところでレジスタンスを食らったところでショートを取っていくことができるかなと思いますね。でちょうど今移動平均線付近で分岐点になろうかと思いますがしっかりと上側で要線が出てきたらロングそして割り込んで1.3720付近も割り込んだところそしてね戻ってきたところでも戻りが弱ければ上から,上から叩くこの下側でしっかりと要線から陰線に切り替わったところでショートを狙っていくという考え方でよろしいかなと思いますの、ね、で、まあ には、上方向の可能性が強いと思いきやね、ねこういったところはどういう動きになるかわからない、それであれば、プライスアクションですね、移動平均線でのサポートが入るか、1.3720付近を割り込んでしまうのか、そこを見ながらトレードをするのがよろしいかと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、ドルストレートの最後、5ドルベイドルを見ていきましょう。 はい、えー、ゴードルベードルね、えー、非常に先週とは違って、今週に入って、えー、強い状況で、えー、戻しつつあるというところでございます。 こちらね、えー、先週はひたすら移動平均線24が右下下がり、そしてその下側で陽線から陰線というね、レジスタンスを食らいまくっていたというね、えー、ところが続いておりましたが、えー、昨日ね、明確に移動平均線上回りますと、今度は移動平均線の角度を変えつつ、その上側で陰線から陽線に切り替わっているということでね、えー、戻り高値をつけている。まあ、ただ、えー、0.7250付近では一旦ね、えー、この辺り、 取引が集中したところがありますので、えー、ここのあたりではロングは利確をしておくべきかなと考えております、えー、そして、えー、新規でねトレードをする場合はやはり移動平均線と平均足の位置関係移動平均線はこれからも上がってきますのでしっかりとその上側で えこちら、陰線から陽線に切り替わったところではロングを組みたい。えー、しかしながらね、えー、先ほどもお話ししましたが、0.7250、ちょっとこの辺りのサポレジがね集中しているところがありますので、まあ、そういったところ、えー、嫌がる方はですね、えー、0.7250、これを明確に上抜けたところで、えー、ロングを入っていただければと思いますねで。ちょっとこの辺り、レジスタンスを食らう可能性が強いと感じる方は、ロングは1 一旦見送ってもよろしいいんじゃないかそして新たに0.7250の上側でサポートが入ってからロングを取ればいいんじゃないかなとも思いますのでね、まあ、これはお好みに合わせてロングを取っていただければと思います そして、下方向に行った場合も見ておかなければいけませんが、やはりこれは移動平均線の上側ではショートを組まず、この0.72ですね、今日ちょうどサポートが入ったところ、ここを割り込んでからのレジスタンスをやはり待ちたいところ、まあ、こうなったところでね、移動平均線の方は、 右肩上がりから徐々に角度がなくなっていきまして、そして落ちてくる。まあこういう状況になって、まあ移動平均線及び0.72を割り込んで、その下側で要線から陰線になった、ここの部分ですね。えー、ここで、えー、トレード、ショートを取りながら、えー、このね0.7150、ここね、えー、昨日もサポートが入っておりますが、まあこういったところで利益確定を狙っていく。えー、このような考え方でよろしいかなと思いますので、えー、皆さんとの相場感とともに参考にしてください。 はいえー、以上でね、ドルストレート3ペア3通貨の解説を終わりまして、えー、続いて新興国通貨、3ペア3通貨で締めていきたいと思います。はいえー、まず新興国通貨のトップバッターはメキシコペソでございます。 こちらはね、大きく下落した局面がありました、昨日のやっぱりね、22時以降でございます。一時はね、5.375ぐらいまでね、下がったということで、まあ、5.4もね、割り込んでいたというところでございますが、まあちょっと行き過ぎた相場で一旦は反発しているということで、少しね、ロングを5.45を割ったところから取っていきましょうという中、まだ含み損を抱えている方もいらっしゃるかもしれませんが、まだまだね、買える相場になろうかなと考えております。 そして、冷やしチャート、メキシコペソ見ていただきますと、基本的にはね、4月以降、今年に入ってからの4月以降は5.3からの5.6のレンジ相場。そして、その中央値の5.45ですね、ここでは過去のサポレジが集中しておりますので、まあ、そこを割り込んだところからロングを取っていきましょうと。今もね、まあ、反発があるものの、ちょっとね、割り込んでいる状況でございますが、それは5.45は低レバレッジでロングを組みつつ、5.3ですね、この5.6から5.3のレンジの 加減にあたりますがここでもね、やはりサポートが入りやすい、受けやすいというところでございますので、まあこの低レバレッジで持っているのであれば、5.4でも買い増しできるようなレバレッジでね、下方向で待ちつつ、そして5.45から5.6まで戻ったところですね、そういったところで利益確定してキャピタルゲインを受け取りつつ、スワップ金利もね、その保有期間に合わせて受け取るという考え方でよろしいかなと思いますんでね、ここは5.3円で、あとは下の方で待つ。この意識を持って いただければと思いますね。よろしくお願いいたします。はい、以上でねメキシコペソ円の解説を終わりまして続きまして南アフリカランド円こちらを見ていきたいと思います。はいランドに関しましてもね昨日は円安方向に触れましてそして今日の欧州時間の始まったところですね一旦ピークをつけまして7.3に接近する7.29にタッチしたというところでございます。 まあ若干ね、欧州勢の参戦により調整しておりますが、引き続き7.3を割り込んでいる状況なので、まあ、チャンスがあればね、どんどんロングを組んでいただいてもよろしい、えー、水準かなと考えております。 今後ですね、7.3円から0.1円刻み、もしくは7.0円まで、ね、定期的に買っていくというところが今のポイントになっております。7.0円もね、この黄緑論ラインを引かせていただきましたが、過去に明確なサポートが出ている。そして7.3円はね、過去にレジスタンスサポートが出ているということで、やっぱり7.3と7.0というのは、非常にね、この辺りサポレジが入りやすい。そう考えていきますと、7.3を割っている今は、ロングのチャンスというところと、もうちょっとね、オーバーシュート気味に に下げた場合でも7.0でも買い増しできるような。 えこれはね、レバレッジ調整をしていただくことによって、新興国通貨は低レバレッジで全体の地合いが悪いところのみ買っていく。えー、決して高値圏では勝負をしないというところからね、冷やしベースの移動平均線24も割り込んでおりますし、過去のサポレジの7.3円もえ今ね、割り込んでいるというところでございますので、ロングを取りつつ、ここはね、7.5円ぐらいから利確をね、狙っていくというようなところでよろしいかなと思います。ちょっとね、この7.6円の戻り高値ですね。ここ を超えるのは難、まあ、7.5から7.6で利益確定をまずは狙っていく相場で、えー、その保有期間中はスワップ金利を受け取りながら、えー、しっかりとね、下方向に下がったところでは、えー、これね、どん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 、えー、買っていってもよろしいタイミングかなと思いますんでね、えー、このあたり、えー、ぜひね、えー、皆さんの相場感もあろうかと思いますがね、一つの意見として参考にしてくださいはい、えー、以上でね、南アフリカランド円の解説終わりまして、えー、最後にトルコリラインですね、こちらで締めていきたいと思います はい、トルコリラはね、ちょっと慌ただしい動きが見えておりますが、まあ、13円のね攻防が今繰り広げられているということでね、またもや13円アタックに近づいてきたということでございます。かねてからね、お話ししている通り、この12.50から13円の間ですね、ここではポジションは取らなくてもいいですよと。そして、ポジション取るタイミングとしましては、今までは上髭で戻されてしまいましたが、13円ですね。この13円を超えて、 その上側で陰線要線のサポートを受けるところがあれば、ここは絶好のロングチャンスになろうかと思いますのでね。13円をタッチするだけではなくて、しっかりと上抜けした上でサポートが入ったところ。ここはロングのタイミングというところと、あと、これも重ねてでございますが、この赤いところですね。12.50割り込みますと、史上最安値。これは週足のチャートでございますが、去年の11月ぐらいかな。 はいこういったところでね、12円というところがありますんで、この12.50直近の安値割り込みますと、一気にね、オーバーシュートが起きてくるチャートでございます。移動平均線もね、右下下がりでございますんで、まあ、そうなったところでは、この12円前後ぐらいから徐々にね、買い増していくというところ、これもレバレッジはほぼかけずに、かけてもごくわずかというところね、忘れずにというところでございますが、しっかりとね、下方向でも待つというところですが、今はこの冷やしチャートでまた戻っていきますと、 えー、こちらのところですね。えー、13円を今ちょちょ、若干超えておりますので、13円の上側でサポート。陰線から陽線に切り替わったことがあれば、しっかりとロングを組んでいく。このような考え方でよろしいかと思いますので、参考にしてください。はい。えー、以上でね、えー、今回の、えー、10ペア10通貨の解説を以上といたします。 本日もね、予定通り21時から YouTube ライブ始めていきますので、質問のある方、最新の相場感が共有されたい方ですね、ぜひご参加いただければ嬉しく思います。それではね、まだまだお仕事ね、ちょっと暑さの方は今年はね、0かということで和らいでおりますが、体調管理には気をつけてトレードもお仕事も頑張っていきましょう。そしてまたね、お時間ある方、21時の YouTube ライブでお会いしましょう。バイバイ。